小さい頃から隅っこで遊ぶ目立たない子だった。運動も苦手だったし、学芸会では木の役で、だからだんだん一人で遊ぶようになっていった。本を読むのが大好きになっていった。図書室はいつしか丸の居場所となり、そこで読む本の中でいつも空想を膨らませていた。読み終わった時ちょっぴり寂しかったけど、それでも本があれば大丈夫だと思った。その子は黒沢ルビー、マルの大切な友達。見たことない夢の人、追いかけて、シャイニングを走り出すこの気持ち、まっすぐに勢いよく君を探してたよ。ちょっと待って、なんて無理、飛び出そう。僕たちの中の勇気が騒いでる。いつもの世界が新しい扉を隠してるの、全部開けたいよ。ほら一緒にね、始めにしても、まさか本当に承認されるなんて。部員足りないのにね。理事長がいいって言うんだからいいんじゃないの。いいっていうか、ノリノリだったけどね。でもどうして理事長は私たちの肩を持ってくれるのかしら。スクールアイドルが好きなんじゃない。それだけじゃないと思うけど。とにかく入ろうよ。片付けて使えって言ってたけど、これ全部？文句言っても誰もやってくれないわよ。もう、なんか書いてある。歌詞かな。どうしてここに？わからない。それにしても、図書室の本じゃないかな。あ、多分そうです。ありがとうございます。スクールアイドル部へようこそ。チカちゃん、結成したし部にもなったし、絶対悪いようにはしませんよ。二人が歌ったら絶対キラキラする、間違いない。でも、おらおら。あ、いえ、マル、そういうの苦手っていうか。ルビーも。
チカちゃん、強引に迫ったらかわいそうだよ。そうよ、まだ入学したばかりの1年生なんだし。そうだよね、あはは、かわいいからつい。チカちゃん、そろそろ練習。あ、そっか、じゃあね。スクールアイドルか。やりたいんじゃないの？え？でも、ダイヤさんが？うん、お姉ちゃん、昔はスクールアイドル好きだったんだけど一緒にミューズの真似して歌ったりしてたでも、高校に入ってしばらく経った頃片付けて。それ、見たくない。あ、そうなんだ。本当はね、ルビーも嫌いにならなきゃいけないんだけど。どうして？お姉ちゃんが見たくないっていうもの、好きでいられないよ。それに、それに？花丸ちゃんは興味ないの？スクールアイドル。マル？ないない、運動苦手だし、ほら、オラとか言っちゃうときあるしじゃあルビーも平気。気持ちよかったね。ありがとうございました。またよろしくお願いしますあ、やっぱりここはカナンの方が安心できるなって、マリカナンシャーニーどうしたの、いきなりスカウトに来たの。スカウト休学が終わったらスコーアイドル始めるのよ、裏の星で。本気？出なければ戻ってこないよ。相変わらず頑固親父だね。私は断然エリーチカ、生徒会長でスクールアイドル、クールですわ。一応ね、日課だから。日課？チカたちこそどうしたの急に。鍛えまくっちゃって、ほらスクールアイドルで。ああ、そっか。ま、頑張りなよ。じゃあ店開けなきゃいけないから。うん、息一つ切れてないなんて、上には上がいるってことだね。はあ、私たちも行くよ。どうしてって、やってみたいからだけど、ダメ？全然！ただ、花丸ちゃん興味とかあんまりなさそうだったから。いや、ルビーちゃんと一緒に見ているうちにいいなって。だから、ルビーちゃんも一緒にやらない？ルビーも？やってみたいんでしょ？それはそうだけど、人前とか苦手だし、
お姉ちゃんが嫌がると思うし。そっか、じゃあこうしない。体験入部？ラブライブサンシャイン！本当？はい、よろしくお願いします。やったちゃん、待って、体験入部だよ。あ、要するに仮入部っていうか、お試しってこと。それでいけそうだったら入るし、合わないっていうならやめるし。そうなの？いや、まあ、いろいろあって。もしかして生徒会長？ はい、だからルビーちゃんとここに来たことは内密に。よっ、できた。チカちゃん、人の話は聞こうね。え？じゃあとりあえず練習やってもらうのが一番ね。いろいろなスクールアイドルのブログを見て作ってみたの。曲作りは？それは別に時間を見つけてやるしかないわね。本物のスクールアイドルの練習。でも練習どこでやるの？あ、中庭もグランドもいっぱいだね。部室もそこまで広くないし。砂浜じゃダメなの？移動の時間考えると、練習場所はできたら学校内で確保したいわ。屋上はダメですか？屋上？ミューズはいつも屋上で練習してたって。そうか、屋上か。行ってみよう。くっきり見えてる。でも日差しは強いかも。それがいいんだよ。太陽の光をいっぱい浴びて、海の空気を胸いっぱいに吸い込んで。あったかい。あ、本当だ。うん、気持ちいい空。花丸ちゃん、始めようか。じゃあ行くよ。アクアサンシャイン。ワンツースリーホッ、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 ワンツースリーホッ。できた。さすがルビーちゃん。できました、チカ先輩。あれ、チカちゃんはやり直し。今日までって約束だったはずよ。思いつかなかったんだもん。何かあったんですか？まあ、新しい曲今作ってて。花丸ちゃんも何か思いついたら言ってね。はあ。これ、一気に登ってるんですか？もちろん。いつも途中で休憩しちゃうんだけどね。でも、ライブで何曲も踊るには、頂上まで駆け上がるスタミナが必要だし。じゃあ、ミューズ目指して、よーい、ドーン！花丸ちゃん、やっぱり丸には。どうしたの？あ、ちょっと息が切れちゃって。先行っててください。無理しないでね。ルビーちゃん、一緒に行こう。ダメだよ。え、ルビーちゃんは走らなきゃ。花丸ちゃん、ルビーちゃんはもっと自分の気持ち大切にしなきゃ。自分に嘘ついて無理に人に合わせても辛いだけだよ。合わせてるわけじゃ。ルビーちゃんはスクールアイドルになりたいんでしょ？だったら
前に進まなきゃ。さあ、行って。でも…さあ。マルと一緒に図書室で過ごしてくれたその子は、とても優しくて、とても思いやりがあって、でも気にしすぎな子。素晴らしい夢も、キラキラした憧れも、全部胸に閉じ込めてしまう子。その胸の扉を思い切り開いてあげたいと、ずっと思っていた。中に詰まっている、いっぱいの光を。あと少し！世界の隅々まで照らせるような、その輝きを、大空に、放ってあげたかった。それが、マルの夢だった。こんなところに呼び出して。あのルビーちゃんの話を、ルビーちゃんの気持ちを聞いてあげてください。ルビーの？そんなの分かってる。お姉ちゃん、ルビー、ダイヤさん、なんでここに？これはどういうことですの？あの、それは、その…違うんです、ルビーちゃんは…チカさん、お姉ちゃん、ルビー、ルビーね。よかったね、やっと希望が叶って。何の話ですの？よろしくお願いします。よろしくね。はい、頑張ります。そういえば、国木田さんは？これでマルの話はおしまい。もう夢は叶ったから、マルは本の世界に戻るの。大丈夫、一人でも。バイバイ。花丸ちゃん、嬉しそうだった。
てみて思った。花丸ちゃん好きなんだって。ルビーと同じくらい好きなんだって。スクールアイドルが、マルが、まさか。じゃあなんでその本そんなに読んでたの？それはルビーね、花丸ちゃんと一緒にスクールアイドルできたらってずっと思ってた。一緒に頑張れたらって。うん、それでもオラには無理ずら。体力ないし向いてないよ。そこに映ってるリンちゃんもね、自分はスクールアイドルに向いてないってずっと思ってたんだよ。でも好きだった。やってみたいと思った。最初はそれでいいと思うけど。ルビー、スクールアイドルがやりたい。花丸ちゃんと。マルにできるかな。私だってそうだよ。一番大切なのはできるかどうかじゃない、やりたいかどうかだよ。4999位。上に5000組もスクールアイドルがいるってこと？すごい数。ヨハネ打点。